デイジーです、みんな。 ちょっと雑談です。近況報告も兼ねて。タロットカードの2023年秋、12星座別占い全然進んでなくてごめんね。ちょっと心身心と体がパワーある時にちゃんとやっていくから、ぜひ待っていてください。 あと、もう上がっているいくつかの星座の皆さんも、年内何回もこう見返して、自分のためにデイジーをフル活用してもらえると嬉しいです。で、7月末から結構、8月1ヶ月間結構大変だったんだけど、まあ、芸人みんな大変なのよ、この時期。M1 があったりとか、キングオブコントとか、あと女子はね、ザ・ W とか、そういう賞レースっていう、こう、アワードがいっぱいあって、予選がいっぱい実はあるのね。みんななんか年末テレビで知るイメージあるけど、実はその前に何回も何回も予選が繰り返されるんだよね。で、デイジーももちろん、全部参加させてもらったんだけど、まあちょっと一つも通ることなく終わってしまって、そこはちょっと不甲斐ないんだけれども、ただ温めてプリンとしてはですね、アワードはちょっと今年無理だったんだけど、ただお仕事として、まだちょっと言えないんですけど、一つ、みんなに報告できそうな感じになってきてるので、なんかそれは楽しみにしていてください。違う形で芸人として、貢献できそうな感じになってるんで、まあ、芸人としては順調なんで、賞レースはダメだったけど、芸人としてはすごく順調なので、いつも応援ありがとうございます。で、お笑いライブね、いつも、第1土曜日、ライジングアップっていう事務所に所属してるんだけど、そこの、事務所ライブも出てるので、ぜひ応援してほしいんだけど、なんとね、みんなの応援のおかげでね、一番下のランクのライブにずっと出てたんだけど、この度、1個上に昇格することになりました。 ありがとう。 ね、ネットでも票を入れてくれた方とか、実際現場で鑑賞してライブ見て投票入れてくれた方とか、本当にありがとうございます。で、ちょっとね、ちょっと嬉しいことがあって、それを話そうと思って今日動画上げてるんだけれども、昇格したことも嬉しいんだけどね、もっと嬉しいことがあって、最近嬉しいこといっぱいありすぎてね、時系列で話していこうかな。7月、まあ一番大きい私の YouTube 動画の中で一番やっぱりインパクトあったのは、まあリューチェルさんが亡くなったっていうのを、もう私なりにちょっと感じるものがあって、お会いしたことはないんだけど、なんか勝手にちょっと思いを引き継いで頑張っていけたらいいなっていうのを発信させてもらったんだけど、そこが結構なんかやっぱり反響が大きくって、たくさんの方に声をかけていただきました。で、その後ね、私事務所のライブで、7月末に事務所ライブでみんなの前でちょっとカミングアウトしたんだよね。なんかリューチェルの分もなんか私なりに頑張ってやってみるみたいな。で、私涙がグーって出ちゃって、みんなの前でちょっとまあ泣いちゃったりしたんだけど、で、その日ね、すごくてさ、いろいろあってさ、この YouTube でも何回か出てくれてるんですけど、もう隠さないで言うんだけど、正和が、小畑正和、私が好きで告白した芸人さんいたでしょ？彼も、芸人自体を辞めるということで、同じ日に私がカミングアウトした後、彼もみんなの前で、お世話になりました、芸人辞めます、みたいな挨拶をしてて、で、もうみんなびっくりな感じだったんだけど、なんかさ、それから1ヶ月経ったんだけど、事務所の先輩がみんなね、優しくて、声をかけてくれるのよ。声をかけてくれるのよ。デイジー元気してる？つって。となんか、事務所以外でも、最近、外のライブ出させていただいてるんだけど、他のライブ会場で他の芸人さんに会った時も、やっぱり正和さん、小畑さん、12年ぐらい芸人やってるので、私より大先輩なんで、実は。あんな食べ声で喋ってたけど大先輩なんだよね。だから、やっぱり私よりも芸人界隈では有名なので、デイジー、小畑とどうなの？みたいな、連絡取ってんの？とか、すごいね。
今でも声かけてもらうの、なんかあすごいなと思って。もちろん彼が芸人として頑張った功績なんだけど、そんなに、まあ私も YouTube でね、全部喋ってるから見てくれてるのかわからないんだけど、噂が広まってるかわからないんだけど、なんか私からは全然喋ってないのに、先輩の芸人さんの方から、おばたとどうしてんのみたいな連絡取ってるとか、たまにデイジーから連絡してあげたらとか言ってくれる人もいて、なんかすごくありがたいなと思います。本当に彼自身もね、芸人仲間に愛されてた芸人だったし、まあ私も、ね、ていうかさ、私、ライジングアップの事務所入ってさ、3月頭から入ったかなと思うんだけど、まだ5、6ヶ月しか経ってないわけ。やっと半年経つかなぐらいなの。びっくりするよね。で、芸人ね、始めたのも36だから4年丸4年間なんだけど、ね、かたや12年もやってる小畑さんとかさ、いろんな芸人さんいる中で、私まだ4年しかやってないわけ。だまだペーペーなのに、なんか私のことを認知してくれてる芸人さんが増えてきたなって感じもあるし、事務所内外問わず、本当ありがたいなと思ってて。で、そんな中、今日、朝、事務所から電話あったのよ。で、私、やべえと思って、私結構ほら、やりたい方でやっちゃう方だから、またなんかお叱りかなと思って、うわ、やべえと思ったら、出たら、マネージャーからで、いや、ちょっとね、デイジーちょっと元気かなと思って電話したんだよって言うから、ありがとうございます。なんだろうと思ったら、やっぱりリューチェルの件でね、まあ、マイノリティとして頑張っていくってみんなの前で涙見せちゃったもんだから、やっぱりみんな心配してくれてて、で、ありがたくて、で、マネージャーももらえなくそんな感じで、で、この間ね、そう、9月の2日に事務所ライブがあって、一番下のランクからお客様投票によって、第3位、になったのね。でも、当初、昇格できるのは、周囲2位まで、1位2位まで、2組しか上に上がれないよって、だから私たちギリギリ上がれなかったのよ。で、それは別に疲弊してないんだけど、全然良かったんだけど。ただ上のライブの、ボリューム調整で、もう1組、上に上げたいなってなって、後日、ライブ当日は私たち表彰受けなかったんだけど、第3位って呼ばれて、後日、事務所から連絡があって、温めてプリンも、昇格とします、つって、後追いで連絡来たのね。で、私それで、なんか、全然、事務所ライブ不満なくて、むしろありがたいと思ってるし、頑張りたいと思ったところに、なんかこう、ラッキーみたいな、あげてくれんだ、やったーみたいな感じで、そんなノリで、ツイッターに、おまけで昇格しちゃったみたいな感じみたいな、おまけみたいだねみたいな。で、みんなグリコのおまけとかさ、通販とかおまけ好きでしょって。よかったでしょ、デイジーもおまけで、昇格して、みたいな感じのノリでツイッターにあげたら、マネージャーさんがそれを見ていて、いやデイジーね、おまけとかそういうつもりなくってね、ごめんね、本当に温めてプリン、デイジーは、即戦力だと思ってるよって、全然なんかおまけとかじゃなくって、たまたまライブの調整でね、ライブの組数の調整で上から1軍、2軍、3軍ってあって、2軍のボリューム感を調整するのに、繰り上げさせてもらったんだけど、全然おまけなんて思ってなくって、本当になんだろう、これからもね、本当にね、即戦力としてやってほしいんだよって言ってくれて、だからないがしろになんかしてないよって言ってくれて、もしかしたらデイジー、帰って傷ついちゃったのかなと思って心配してたんだよって言われて、私それ言われた時に全然そんなつもりなかったし、ありがたいなと思って、もう今日その話ばっかりでしょ。私がね、もうちょっとたどると、まだ入って半年しか経ってないのに、事務所のね、先輩たちもマネージャーもみんなね、心配してくれるので、私、事務所行くたびにね、マッハスピード剛速球のね、ガンタさんとか、毎回ね、デジ、元気？つって。うん、元気？オッケー？つって。言ってくれるの。もう、あとね、イタリアンシュガーブルドッグのね、ヒロキっていう人もね、すごく優しくって、私が事務所で、受付やってるんだけど、受付業務ってお金の授受もあるから、私すごい一生懸命ね、お客さんも名前メモして、最後確認してお金が合ってるかやるんだけど、パニック起こしちゃって、あれ
釣り銭のポーチからいくら出して売り上げなんだっけみたいなことをさ、やってると、ひろきがね、大丈夫デイジー、あんな、まず最初に釣り銭金額を合わせるんだよって。で、市が出身の先輩だから、その後ね、余った、ね、売り上げの金とお客さんの人数照らし合わせればいいんだよって、慌てないでゆっくりやりなよって言ってくれて、すごい優しいのよ。で、なんか、こう、直接的には聞いてこないけど、多分私のこと心配してくれてるんだろうなっていうのは、もう、芸人同士だからさ、もう目と肌でわかるじゃない。で、今日ね、こんな感じで事務所から電話もあって、本当にありがたいよね。だって私さ、養成所時代、本当に養成所からね、養成所時代から YouTube とか、見てくれてる方とか、4年前から、レイジのライブ見てるよって方からしたら、今でもだよ。今でもお笑い分かってないけど、勉強の日々だけど、自信もなくてピーピー泣いてた、デイジーがね、みんなから芸人っぽくないって、なんかちょっといじられてたデイジーが、そこまで来たのって思うでしょ。私も自分でびっくりだの。なあ、もう今日、バイトの休憩中電話したんだけど、もうなんかマネージャーから、心配して、してたんだよ、大丈夫って電話かけて、わざわざかけてきてくださって、すごく本当にありがたくてね、もう涙出ちゃって電話切った後ね、私やっぱり笑顔で元気でいなきゃダメだなと思った。養成所時代も言われたんだよね。桑原さんっていうね、元芸人さんで、今はなんかこう教務課っつって事務的なこと、マネージメント的なことでやってくださってる大先輩がいるんだけど、渡辺コメディスクールで、なんか教務員やってるんだけど、その人もすごい私たちにスクール生のことよく見ててくださって、でいつも私言われてたの、私ね、桑原さんっていう男の人に私って呼ばれてたの、私はデイジーじゃなくて、私はね、いつもハッピーでいなきゃいかんなって言われたの。デイジーはいつもどんな時もハッピーで いなきゃいけないよって言われて、で、養成所時代さ、ライブ映像とか動画撮ってるから、それをね、再生しながらピタッと止めてね、私に見せるわけよ。ほら、デイジーここに立ってるでしょ、みんなと並んで立ってるでしょ、このニコニコ笑顔がいいよね、デイジーはこのニコニコ笑顔がいいんだよ、だからどんな時もね、パッて抜かれた時に、ちょっとパッて目をいった時に、いつもこの笑顔でキラキラでハッピーで、私ハッピーで いなきゃダメだよって言われて、で、小畑さんも、芸人辞めるときに私に、デイジーはピンクの衣装似合うよねって言うから、あ、本当って、髪の毛はもっと長い方がいいよねって、初めて会ったときに私胸下まで髪の毛あったんですよ、ロングだったので、一回黒にしちゃったんだけど、誕生日の時に5月に、デイジーは髪の毛長くて、今みたいにこう明るい色の方がええよって、本当にって、いつもニコニコ笑顔がいいっていうの、まさかずにも小畑さんにも言われたのね。え、ピンクの衣装着て髪の毛長くて明るい色でニコニコ笑顔、それあんたの趣味でしょっつったら、うん、せやなっていうの、せやけどせや、俺の趣味、俺の好みのデイジーってそういう俺のタイプの女だけど、でもなんかそれじゃあかんのって言われて、ええやんって言われて、あー、うん、みたいな。でね、今日マネージャーに電話もらった時もその2つを思い出して、そのね、養成所時代の教務課の桑原さんに、私はハッピーで、ね、いなきゃいけないよ、うん、ハッピーでおらなあかんよって言われて、で小畑さんにも、デイジーは笑顔がええなって言ってもらえてた時に、電話、あ、逆か、電話もらって、その二つのエピソードを思い出して、さらに思ったね。あ、デイジーは本当に、どんな時もね、まあ泣いてもいいし、怒ってもいいかもしれないけど、基本的にはやっぱりハッピーで笑顔で、必要以上にね、芸人として、お仕事としてね、お仕事って言うとあれだけど、でもやっぱりパフォーマーとして、ニコニコ笑顔でいなくちゃなって本当に思えて、すごくありがたいなっていう、で、そういうのが繋がった夏でした。うん、だから私が笑顔でいることで誰かに何か届けられたら、それはそれで芸人としてありかなって思えたの。
それと同時にね、ちょっとね、一個ね、すごいね、生意気なこと思い出したんだけど、私、中学校か小学校か、小学校かな、なんか四文字熟語習ってる時に、一生千金って言葉があるの知ってる？一つの笑いで千の金っていう、一生千金って言葉があるんだけど、それね、私、笑うことには福来たる、みたいな言葉だと思ってたのよ。ね、一つの笑いで千の金？すごいじゃんみたいな。むしろ、笑う角には福来たるよりも、なんかこう、豪華絢爛な感じがして、笑うこと自体が得だよみたいな感じがして、笑う角に福来たるよりも、好きな言葉になったんですよ。なんか、笑う角に福来たるっていうと、なんか自分じゃなくて、笑ってることによって福が来るよっていう、なんか、側的な感じじゃん？でも、一生千金ってさ、笑ったらもうそれがもうお金に変えられ、お金以上の価値があるよって意味かと思ってたから、すごいいい言葉じゃんとか思ってたの。それもね、今日思い出して、今日、そうで笑顔でいなきゃと思った時に、あ、一生千金、なんか昔あったなと思って。なんとなくね、ウィキペディアで意味調べたら、あれさ、みんな知ってる？みんな頭いいから知ってると思うんだけどさ、あれ、美人の笑顔は価値があるって意味なのね。すいません、本当に。なんか、小学校の時そう言われちゃったんだよね、誰かに。もういなっちゃう。腹立つっつって すいません まあでもなんかちょっとね、自分のことよく思うのはただだしね、みんなもそうだよ。私の場合は美人ですから、私めっちゃ美人だから、私の笑顔めっちゃ価値があるの、私が笑えばライブみんな盛り上がるのって感じでやらせてもらいますよ やっちゃうよって感じなんでね みんなもそんぐらいなんか自分で自信持ちたいことあったら、どんどん持っていいんだよ。何でもいいよ。私、スタイルがいいとか、見た目でもいいし、歌が上手、声が綺麗とか、誰に何て言われようと自分がそう思ったんだ、それでいいんだよ。もう、それで行こうぜっつっていう。頭がいいとかさ、手先が器用とかさ、コミュニケーション能力高いとかさ、楽観主義でいけるとかさ、ね、すっごく明朗だよとかさ、ポジティブだよとかさ、なんか何でもいいからね。で、自分の価値は自分で決めてください。私は、私は美人の笑顔がみんなを救う価値があると信じて、ね、一生千金でやっていこうと思います。よろしくどうぞ。っていう感じです。最後まで見てくれた人いるかな？ありがとうございました。こんな私ですけど、概要欄にまた貼っておくので、しつこいようかもしれないけど、まだデイジーのライブ見に来てくれてない人、そろそろ生で見に来て。配信でもいいからちょっと応援して、お客様投票制で、事務所内で勝ち上がりになってます。で、そこがゴールじゃなくって、私はランキングはね、もちろん大事なんだけど、そこを超えて、やっぱり、まだちょっと報告できないんですけど、やっぱり外のお仕事ね、テレビだとか、他のライブとか、お金をいただいて出る何かとか、パフォーマンスにつなげていけたらいいなと思っているので、絶対売れるから私、応援してほしいと思う、みんな。事務所のためにも、おばたのためにも、見てくれてるみんなのためにも、そしてなんといっても自分のためにね、この命芸人にもう使い果たしていこうと思ってるんで、改めて、いつも応援ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。デイジーでした。みんな、本当にいろいろあると思うけど、私も、その一人です。漏れなく。本気で生きてるからこそだよね。だからみんなも自分の人生思いっきりやってってね。じゃあ最後のこれいくよ。みんな、ありのままの自分でやっちゃって。デイジーもやっちゃうよ。ありがとう。バイバイ。